こちらのですねポータブル電源をご提供いただきましたので、今日はねこれを使いながら、2泊3日、ちょっと過ごしてみたいなと思っております。今現在はですね、こちらで車載冷蔵庫をつないでます。でですね、せっかくこのポータブル電源、1200ワットまで対応してますんで、750ワットのホットプレート持ってきました。さあそれではねたこ焼きを焼いていきます。まずはですねこちら AC にコンセント入れます。でスイッチオン。はい、今ねスイッチがつきまして884ワット使ってます。これが750ワットなんですけれども、それプラスね車載冷蔵庫、そして今ね暖かくなっていく途中なので、多分ワット数も高いのかなと思います。さあとりあえずですね今、たこ焼きを作りました。最高でね888ワットとかそれぐらいまで上がりましたけども、今回使って残りが 78%。 こちらのポータブル電源なんですが、USB 端子がですね3つついてます。QC3.0 が2つと、3.0 アンペア、こちらが1つというふうになってるんですが、こちらのですね QC3.0急速充電の方でモバイルバッテリーとスマホ充電、そしてもう一つの USB 端子で、まあ、例えばカメラとかですねそういったものを充電するといった使い方ができます。でこれちょっと注意点なんですが、スマホの場合は、充電しながらの、ね、使用は控えてくださいということでした。まあ、普通にですねコンセントにつなぐ場合もスマホを充電しながら使うというのはですね推奨はできないと思いますので、まあ、この辺はですね当然なのかなという感じです。で今ですね USB 3口を充電しながら、車載冷蔵庫こちらを使ってですね 21W となっています。車載冷蔵庫はね一晩中使ってましたので、残りはですね今 63% となってます。さすがにですね大容量のポータブル電源のだけあってまだまだ使えますね。ポータブル電源で目玉焼きを焼いてですね今残りが 57% です。ということでまだまだ全然余裕です。さあ今度はですねこちらデスクトップパソコンをね使ってみたいなと思います。消費電力的には使えるはずなんですが、そんなにね長くは持たないと思います。これがね 750W だったかな。まあこれねあくまで参考にしていただきたいというだけなんですけども、こちらがですね大容量のバッテリーなのでこれもね動くはずです。スマホを充電しながら、今ね使える状態になりました。使える状態になったのでこれはね普通に入りますよね。当然こちらです。こちらが問題だが、今ねちょっと嬉しい誤算だったんですがこれね 750W っていう大容量ということだったんですが、今見てみるとですね消費電力こんな感じです。96W、 96W、 あ66に減った。なのでと思って127に増えるか。そっか、これはやっぱりね使ってるソフトにより変わってくるんだと思います。例えばね編集ソフトちょっと立ち上げてみます。すると一気に増えましたね。178ぐらいまで一気に増えました。今何も触ってない状態だと100ワット前後ぐらいなので、
思った以上にですね、使える時間というのは長いのかもしれません。ちょっとやってみようと思います。はい、1時間半ぐらいですね、デスクトップパソコンを動かして、40% まで減りました。これね、100% からスタートしてたとしたら相当持ちそうですね。1時間半から2時間ぐらいでこの減り方だと、そうだな、5、6時間、いけないかな。でもいけそうな気もするな。まあ、もしそれぐらい使えるとしたらですね、例えばWi-Fi があるところ、Wi-Fi があるところに行けば、ネットもできるので、もう本当にね、ノマドワークとか、あと、まあネットゲームをしたりとか、そういったこともね、結構はかどるんじゃないかなと思います。こちらのポータブル電源なんですが、今ここにね、表示があります。一番端っこがですね、AC になってまして、こちらがですね、シガーソケット。そして、USB というふうにですね、今どこに電流が流れているかというのが、分かるようになってます。で、まあ、特徴としてですね、この本体はですね、アルミニウム合金を採用してます。なのでね、かなりタフな作りをしているそうです。で、防火仕様ということなんですが、防水ではありません。なので、水滴とかがね、つかないようなところで使う必要があります。無停電電源装置 UPS も内蔵されているということなので、やっぱりね、こういった大容量のバッテリーなので、災害時とか長丁場で使いたい時にですね、こういったものはかなり便利になってくるんだと思います。それでですね、こちらもまた特徴ということになるんですが、リン酸鉄リチウムイオン電池、これを採用することによってですね、バッテリーの寿命が伸びているそうです。リチウムイオン電池ということなので、長期間放置しておくときにはですね、 100% の充電するんではなくて 50% とかですね、それぐらいの充電量に抑えて、保存する必要があるんですが、まあ、いろんなものにですね、採用されているリチウムイオン電池なので、安全性もある上に、5年以上使えるということです。で、こちらの製品はですね、海外の工場で組み立てられているそうなんですが、 iPhone のバッテリーとか、そういったところと同じ工場で作られているということなので、まあ、これもね、信頼性があるところなんじゃないかなと思います。そしてこの本体に搭載されているのが、短絡保護、過充電保護、過電流保護、過放電保護、温度保護、過負荷保護回路、このあたりもね、しっかりと装備されてますので、何かですね、負荷だったりとか誤った操作、接続をしてしまった場合は、そういったものを検知するとですね、自動的にですね、充電を停止してくれたりとか、放電も停止してくれます。そういった回路があるので、この本体も当然守ってくれますが、接続しているデバイス、スマホだったりいろんなものを接続すると思いますが、そういった接続しているデバイスもですね、しっかりと守ってくれます。で、制限波なので、家庭のコンセントとですね、同じような同品質の電気をですね、安定して供給することができます。先ほどのようにですね、デスクトップパソコンも問題なく動きました。で、こういったですね、ポータブル電源、選ぶときにですね、いろんなものがありますよね。容量もいろいろあるし、使用できるワット数もいろいろあると。ということでですね、悩まれる方も多いと思うんですけれども、まあね、本当使うものですよね。何を使いたいのか。どういったことを想定しているのか、どういった時に使いたいのか、まあ、そういったことを吟味してですね、ポータブル電源というのは選んだ方がいいんですけれども、こういったですね、大容量でハイパワーのポータブル電源、こういったものを使う時っていうのは2通りの使い方があると思います。一つはですね、少ない電力で長期間使いたい、長時間使いたいって言ったらいいのかな。例えば電気毛布を2日間使いたいとか、そういった使い方をするっていう場合と、あともう一つはですね、何度かお見せした通りに、電気調理器を使いたいとか、例えば 750W の電気調理器を、まあ、短い時間何回かに分けて使いたいとか、そういった時に使えるものでもあります。僕が使ったホットプレートがですね、 750W でしたが、まあ、例えば 1000W とか、電気調理器ではありませんが、ドライヤーとかだとですね、 1200W のものとか、そういったものもあったりします。で、やっぱり小型のポータブル電源っていうのはですね、そういったあのワット数の高いものっていうのに対応してません。だいたい300ワットまでしか対応してないとか、あと600ワットぐらいまでとか、そういったことが多いので、なのでホットプレートとかですね、ファンヒーターとか、そういったこう高い熱を発するものを使いたいという場合はですね、こういったワット数の高いものに対応しているポータブル電源、そういうのを選ぶのも手だと思います。
こういったですね、屋外での遊びを快適に過ごしたいという方や、やっぱり車中泊とかですよね。キャンプよりも車中泊の方がこういったものを使う方って多いと思うんですが、車中泊でもですね、もう2日3日平気で持ったりとかすると思いますので、まあどうしてもですね、お値段は張ってしまうんですが、長時間使える。あと、高いワット数のものにも対応できる。ということで、まあ最初からですね、こういった大容量のものをまず買ってしまうというのも手だと思います。で、今回ですね、僕も初めてこういったすごいポータブル電源っていうのを使わせてもらいましたけども、まず使わせてもらいましたというか、これからまあ使っていくんですけども、やっぱりね、できる幅が広がりますよね、こういったものがあると。今まで、だいたい 250W とか 300W までしか対応してなかったので、こうね、使う家電っていうのをかなり吟味しないといけなかったんですが、そういった心配がね、あまりないっていうのもいいとこだなと思います。今回みたいにですね、こういうちょっとデスクトップパソコン持ってくるのは、まあ、やりすぎっちゃやりすぎなんですけど、それでも使えるというのが分かったのはかなり収穫でした。まあ、このチャンネルでですね、僕がやりたかったけど今までできなかったこと、2泊3日とか3泊4日とかですね、そういったこの編集っていうものがあるから、どうしても時間が作れなかったものっていうのも、まあ、こうやって持って行ってね、昼間に編集できたりとかするんだったら、僕自身のですね、この YouTube チャンネルでできることっていうのも、実はね、かなり広がってくるのかなという感じがしてます。今バッテリー容量はね 32% となってます。 32% で 822W 消費してます。2個目を焼いてるんですが、もう残りね、ちょっと少なくなっちゃいました。あと 14%、13% しかありません。こういった高いワット数のものを、まあ、ずっと使えるわけではないというのがよくわかりました。まあ、ただ、区切り区切りで使えばですね、1時間ぐらいは使えるんで、まあ、その辺をね、どうやってうまく使うかということかなと思います。はい、今ですね、残り 9% になりました。残り 9% になってですね、もうホットプレートは使えない状態になってしまいました。どうやら、こうやってね、10% を切ると高いワット数のものは使えなくなってしまうようです。この辺はね、安全装置が働いているということなんだと思いますが、まあ、とはいえね、かなり頑張ってくれたんじゃないかなと思います。はい、それではですね、結果発表です。3日目のね、6時半になりました。3日目朝6時半で、今使ってるのはね、車載冷蔵庫。車載冷蔵庫を2晩丸々使って、あと電気調理器を使って、残りはですね、4% という結果になりました。はい、ということで今回はポータブル電源、こちらをご紹介しました。いや、さすがにね、36万9600mAh と、もう超がつくほど大容量だったので、39時間30分、まあ大体40時間ぐらいですね、使うことができました。で、ホットプレートみたいなですね、電力を食うものを使って、なおかつ約40時間という結果が出ましたので、もうこれは本当ですね、すごいバッテリーだなと思いました。こちらはですね、今回視聴者の方に 20% オフのクーポンコードを発行していただいてますので、ぜひですね、気になった方は見てみてください。それでは。